どうもアーチです。今日紹介するのはこちら、鉄血のオルフェンズから100分の1フルメカニクスガンダムバルバトスループスレックスです。前の動画でね、ランナー紹介までやったので、よいしょ、今日はね、フレームをちょっと作っていこうかなと思っております。内部フレーム完成しました。じゃあちょっとアップでいろいろ見ていきましょうか。うん、こういう感じですね。やっぱ腕がでかいですよね、この前腕のここがね。で、今回ちょっとシール貼ってないです。部分塗装するかどうかを悩んでて、うん、とりあえず貼ってないですね、後ろ。基本的なフレームはループスと変わんないんですかね。うん、やっぱ目立つのは前腕とこの指ですね。指はやっぱり色分けされてないです。こういう感じです。ではフレームでの稼働を見ていきましょう。まあ走行がないんでね、結構ガシガシ動くと思います。首はもうこういう感じでね、もう結構自由にグリグリ動きますね。上下で、肩アーマーのフレームですね、これも結構いきます。で肩で、ここに縦軸が入ってるんでぐるっと動きますね。うん、一応ここもボールジョイントだし、ここにもボールジョイント入ってるんで、まあここは多少ですけど、こっから曲がるんですよね、肩が。だ、肩ごともいけるし、腕だけっていう動かし方もできると。あとは肘がもうフレームの場合完璧に折りたためますね、こういう感じで。で手首はボールジョイントなんで、もう一回転で、この内部フレームに一応このサーブアームが隠されてるんですよね。あの144分の1の HG の方だと外装の方についてたんですけど、これはちゃんと内部フレームに固定されてますね。はい、で胸というか腰ですね、ここが動くんでグッと下向く上向くで、それに伴ってこのシリンダーがいろいろ動くと、グーッと引けばここがシリンダーが動くんですよね。これは毎度あるガンダムフレームのギミックですよね。で腰部分はボールジョイントなんで、これもよいしょ、一回転が取れましたけど、うん、一回転はちょっと厳しいですかね、どうしてもここが当たっちゃうので。まあでもちょっとかわせば真横向いたりとかできるんで、結構動くと思います。でよいしょ、股関節ですね、股関節自体もこういう動きをするんですよね。うん、でプラスここに縦軸ロールが入ってるんで結構動きます。で横はもう真横行きますよね、こういう感じでね。で前後、前はもうどこまでも行きます。後ろはね、リアスカートのフレームが入ってるんでそんなに行かないです。まあまあこれぐらいはでも行きますね。うん、やっぱフレーム状態だとすごいよく動きますよね。で膝、よいしょ、もう膝もここまでグッと曲がりますね。一応二重関節になってます。で足首の横軸がこうあって、つま先がここ動くと、かかと部分はいつも通り動きません。ただまあここもスイングが入ってるんで結構動きます、こういう感じでね。うん、よく動くじゃないですかね。まあ外装つけるとね、どこまでいけるかっていうことになりますけど、せっかくなんでね、同じく100分の1フルメカニクスのループスの
フレームと比べてみたいと思います。こっちがLUPSですね。こっちがレックスですね。ちょっとね、アンテナの内部フレームパーツはついてないですけど、まあ、こういう感じですね。で、こっちは一応ホイールシール貼ってます。うん。ざっと見ると、まあ、この辺は同じですかね。うん。で、肩も一緒で、あ、もうこの二の腕が若干もう違いますね。うん。こっちの方が長くなってるのと、横にも太くなってますね。で、まあまあ前腕はね、言わずもがな、全然大きさが違います。これぐらい違うんでね。うん。これはもう一目瞭然ですよね。そして手の大きさも大きくなってます。で、腰部分は同じですかね。うん。腰は一緒ですね。で、足もね、同じフレームですね。うん。この辺の細かいところも一緒ですね。で、つま先がやっぱり、ちょっと大きくなってますかね。レックスの方がね、こっちの方がね、こう比べると。かかとはほぼというか、一緒ですかね。あ、ルプスの方が、こっちが太いですかね、奥行きがね、こう比べると。うん。前の部分は、こっちの、この部分は、レックスの方が大きいですね。爪もでもほぼ、同じ感じですかね。うん。なのでやっぱり腕周りが全然変わってますね。うん。この二の腕のあたりから、まあまあ手のひらも含めてですけど、その辺が大きく変わってますかね。今回フレームだけ組むつもりだったんですけど、ランナー見てたらじゃーん、組んでみたくなっちゃいました。超大型メイスです。これ絵を短くしてるバージョンですね。こっからさらにぐっとここまで伸びます。で、めっちゃでかいっす。はい。本体と比べてもこれぐらい。うん。持たせるとこういう感じですよね。いや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 。いいっすね。でかいですね。そして、144分の1にはなかったんですけど、この先っちょのパイルバンカーのギミックがちゃんと再現されてるんですよね。うん。こういうのいいですね。こういう細かいところがね。で、一応設定だと、柄の部分にもね、パイルバンカーあるんですよね。このモールドだけ入ってます。ですが、さすがにね、ここの伸縮はオミットされてますね。うん。でもやっぱりいいですね。このでかい武器。うん。というわけで、今日紹介したのは、鉄血のオルフェンズから100分の1フルメカニクスガンダムバルバトスルプスレックスの内部フレームでした。次回のね、動画で外装つけて100分の1も完成させてみたいと思います。うん。かっこいいですね。この状態でも。やっぱり手がでかいです。外装つけるとね、どういう形になるのか、ものすごく楽しみですね。じゃあ今日はこの辺で。またねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。